いけてるはずです。本当ですか？うん、いけてるんですか？いけてる。ちょっと久しぶりにやったからちょっとわかんないですね。なんかもしこっちは何も変化ないですけど。そうだよね。はい、あの見ていただけてる方で見れてたらいけてますよってちょっと教えてもらっていいですか？お客さん任せで申し訳ない。あ、こんばんは。いけてるね、これは。じゃあもう始まったということで。まあ、そうですね。8時からなので、本編は8時スタートなんですけど。じゃあアイドリングトーク的な。そうそう。お願いします。ミツ、これやりたくないって言ってたじゃん、さっき。いやいや。8時きっかりで、みたいな。いや、それ、やりたくないとかじゃないですけど。うん。まあ、やりましょう。いや、やりましょうって言ってやるもんじゃないし。そうですね。うん。普段の感じが、どこまで出せるかっていう。で、僕もやっぱ緊張してるんで、こうやって。まさかパンゾーさんとこうやって話せる日が来るとは。汚いね、君は本当に。いやいやいや。非常に汚いやり口。びっくりしました、今。結構今、配信入るまでね、30分ぐらい、まあ、打ち合わせと小話兼ねて話してたんだけど、そんなこと言うそぶり、一切見せずに。急に。急に。うん。急に。いや。うん。やっぱこういうライブじゃないと言えないことがあるんで。確かに。なんでね、あんまりね、こう、はい、話しちゃうとね、面白くなくなっちゃうからっていうところで。そうですね。結構丸腰できてるんで、2人とも。だいぶ。はい。身は軽いです。では、8時になりましたので、始めたいと思います。皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。ジストークの時間がやってきました。本日は、第38回目で、すいません、前回当日キャンセルしてしまった分を、今日持ってきました。その節は本当にご迷惑をおかけしました。はい。で、晴れて今回ということになります。ゲストは三つ丸ひろむ選手です。ゲストじゃないですね。ちょっとなんかラジオから出てしまった。はい、パンザさんが MC ってことですか？ま、うん、でもあのこうテーマ出しは三つ丸選手からね、はい、してもらって、まあなんかこう、まあ、ジソは特にこう、まあサッカーの追求において、サッカー以外のところっていう、ピッチの外からもっていうところを、すごく、うん、なんか軸の一つとしてるんですけど、なんか、俺が見てきた選手の中ですごいそれを地で言ってるのが三つだなと思って、ずっとその話したいなって思ってる中で、まああの、まあ後から出てくるかもしれないですけど、まあ、ミツが今ねジム始めたりとかで新しい、環境に適して、まあ、そこからまたポジション争いして、でポジション掴んだり、まあ、またたまに話したりとかでまた掴んだりとか、いろんな過程をこう歩んでいく中で、こう本当どうやってこうピッチの外からいろんなものを吸収して、それをサッカーにつなげていってるのかなっていうのはすごい気になってたので、今日は2人でお話しできるのを非常に楽しみにしていますし、まああのネトス時代チームメイトで、そうです、はい、あの講師ともどもすごくお世話になりまして、いやこちらこそお世話になってます。はい、でまた移籍した先が、まあ、僕も在籍していた柏レイソルということで、まあなんか妙な縁も感じながら、今日はいつもの感じでいきたいと思いますので、三つ丸選手よろしくお願いします。お願いします。で、僕が知る J リーガーの中でもう本当に 1,2 を争うぐらい勉強熱心なイメージがあるんですけど、三つ丸選手は、まあ、本当に立派な大学もお出になられていて、どうですか、なんかこうサッカーとかフットボールとこう、まあ、今回のタイトルはフットボールと勉強ということですけど、まあ、勉強、まあ、もしくはそれ以外でもどういったこうそれらのものと関わりながらこうサッカーしてきた
フットボールしてきたのかなっていうのが気になるので、まあちょっとさらっと、はい、まあ今回のテーマ出しの経緯も含めてちょっとご説明いただけたらなと思います。はい。まあ非常に恐れ多い紹介というか、まあ、すごいありがたいご紹介を受けましたけど、まずその、フットボールかける勉強っていうところで、まあ別に決してこの勉強っていうテーマなんですけど、決してなんか自分が勉強できるとか、なんかそういうことを言いたいわけじゃないんですけど、まあ、まあ、サッカー界の中で言えば、まあ、勉強してきた方かなっていう自負はあるんで、まあ、ちょっとこういうテーマにまずさせてもらいました。で、まあ、その自走の、その領域を超えてフットボールを追求するっていう、こういう YouTube も含めてですけど、まあ、そういう考え方に、まあ、僕自身非常に共感していて、で、まあ、プロサッカー選手として、まあ、まだ6年目なんですけど、で、まさにの、なんか今、これまで自分がやってきたことが、点と点で繋がっていくような感覚が今あるので、まあ、そういう話を、まあ、できればなとは思っていて、で、まあ、その、勉強、その学校の勉強ってなんか、社会に出てあんまり役に立たないみたいなことを、まあ、よく言われると思うんですけど、まあ、その勉強と真逆に位置する、その、イメージがあるサッカー選手になってみて、なんかまさに今、その、サッカー選手になって非常に役に立っていることが多いなと、まあ自分の今の経験も含めて思ったので、まあこういうテーマにさせていただきました。いや、すいません。早速ですけど、はい、なんかこう、はい、点と点がつながったっていうさっきお言葉だと思いますし、はい、はい。まあやっていて、実際すごく勉強が役に立っていく感覚があるって言ってたんですけど、まあなんかもう具体的にというか、なんかどんな、はい、どんなことがあってそういうふうに思い始めたのかなというか、まあ、なかなかこう日々実感できることではないと思うんですよ。いやマジ勉強やっててよかったってサッカーやりながら思うのってなかなか結構難しいことで、うん、なんかそういうのってこうどういうふうな瞬間にこう感じたりしたのかなっていうのをふと今思いましたけど、どうでしょうか。まずその、まあ、去年の話なんですけど、はい、まあ、まあこういうコロナ禍になって、まあ、緊急事態宣言が出て、まあ、自粛期間ってなった時に、まあ、やっぱ一人でというかそのチームでのトレーニングができない中で、まあ、自分でどう自分をマネジメントしていくかみたいな時期が、まあ、1、2ヶ月あって、まあ、そう特に去年そうまあ、そういう重要性を感じて、まあ、今まで自分が勉強してきたこと、主にその、まあ、高校とかでもそうですけど、まあ、大学でも、まあ、そのスポーツ、まあ、生理学とか解剖学とか、物理学みたいなものが勉強してきたからこそ、なんか去年そういう時に一人でそのトレーニングだったりとか、まあ、職業部もそうですし、まあ、いろいろマネジメントして乗り切ることができたっていう経験があって、で、まあ、その自粛期間だけじゃなくて、まさに今というか、そのプロサッカー選手として、まあ、活動していく中で、まあ、結局、個人事業主として、まあ、まあ、個人で、まあ、その、まあ、道を描いていくというか、っていう中で、まあ、やっぱ、人に頼る部分もありますけど、やっぱ自分で選択して、行かなきゃいけないっていうところで、まあ、そういう知識だったりとか、まあ、勉強する、素手みたいなのがあると、あるからこそ、なんか、今自分がプロサッカー選手としてやれてるなっていうのは、すごい感じます。うん。なんか今すごく話聞いてて、なんかこれは、ちょっとそこから踏み込んだ話なんですけど、今なんか情報がすごく溢れているじゃないですか。で、トレーニング方法とか、はい、食事の方法とかっていうのも、すごい世の中にたくさんそれぞれの流派があって溢れていく中で、ミツさっき自分で選択することが大事だって言ったと思うんですけど、なんか僕ミツ見てると選択してるんだけど、そもそもなんか例えば自分が信頼する人にこれやりなさい、これがいいですよ、これ食べなさいって言われて、それをそのままそっくりそのまま、あ、分かりました、選択してやりますっていうのと、なんかミツはそれがなんでなのかとか、どういう意味があるのかとかまで結構こう自分の中でしっかりとこう腹に落としてから勉強、それこそ勉強してから
やるじゃないですか。それ実践するじゃないですか。そうです。なんかそれって両者の違いってあると思いますか。前者と後者、後者が3つみたいに結構勉強して。いや前者の選手が多いと思うんですよ。なんかこの人が、先輩がこうやってたからとか、うん。なんかミツはどっちかってそこから、こう自分の中で、こうそれこそ、自分の知識をその勉強に生かして、それをこう自分で本当に習得してやってるイメージがすごくあるんですけど、違ったらすいません。いや、でもそういう、確かにそういう一面もあるというか、まあ、その、さっきおっしゃられたみたいに、そのトレーニングに関してもいろんな考え方がありますし、まあ、栄養一つとってもなんか何食べたらいいとか、まあ、いろんな考え方の人がいる中で、その勉強、まあ、自分が勉強してきたことってなんかそんな難しいことじゃなくて、本当に基礎的なことというか、本当原理原則みたいなところ、まあ、解剖学とかで言ったら、例えば筋肉の種類とか骨の種類とか、まあ、位置とか、そういうの普遍的なものに関しては、まあ、流派とかそういうの関係ないと思うんで、うんまあ、そういうのことはまずしっかりちゃんと抑えた上で、でもそのパンドさんがさっきおっしゃられたみたいに、意外とでも、その、進められたものを自分の中の感覚では、その、一度勉強してからやるっていうよりも、とりあえず僕も、その、やってみて判断するみたいなとこは結構、大切にしてて、うん、なんか、勉強してきて、あ、これちょっと違うなって思ってても、やっぱやってみないと分かんないみたいなことは、やっぱ自分の中で大切にしてて、なんかその頭ごなしに否定するとか、なんかそういう自分の考えに合わないからやらないとかっていうのはあんまりしないようにはしてます。なんかとりあえずでもやってみて、で、それでもやっぱちょっと違うなと思ったらやんないですし、でも今までの自分の知識の中になかったけど、やってみたら意外と合ってるなみたいなのもあるんで、なんかそこまでその、そうですね。そういう勉強してや、ちゃんと勉強してからやるって一面もありますけど、意外とその、いろんなものに手出すとかはあるかなと思います。なんか手出して、なんか、そこからも完全感覚値ですか？これがいいとかこれが悪いとかっていうのは。いや、なんか手を出してから勉強するみたいなことも結構ありますね。これなんかやってみて自分の中で良かったから、じゃあこれなんでこれ良かったのかなっていうの方がなんか身につきやすいかなって、その自分の興味がのあるものの方がなんか勉強しやすいというか勉強に入りやすいなっていうのはあるんで、はい、まあとりあえず、まあ、やってみてから勉強する、うん、大事ですよね。なんかうん、頭でっかちになるところ、なりすぎないところと、なんかその、そういうふうに、うん、一度やってみようとか、まあ、やったこと勉強しようとか、うん、なんかそういうふうに、まず思うようになったりとか、そういうふうにフットボールしようとか、サッカーしようって思ったきっかけとかって、ちょっと話順番逆になりますけど、なんかきっかけとかあったんですか？いや、でも、僕の場合は、やっぱ勉強が先だったんで、勉強、うん、その、別にその、物理学とか、その、生物とか、そういうものを勉強、サッカーのために勉強したっていうよりも、そういうものを勉強してて、それはなんか、いつの間にかサッカーにつながってたみたいな感覚なんで、うん、なんか特別そういうことを意識して、そうですね、なんか、サッカーにつなげようみたいな感覚じゃなかったんですけど、本当でも最近ですね、なんか最近逆にそのサッカーのために勉強するみたいなことが増えてきたかなと思います、うん、結構その学生時代のいわゆる、まあ、さっきまでの話はどっちかっていうとこうサッカーのための勉強じゃないですか、はい、なんかね、あの解剖学の話とか筋肉の話とかっていうのは割とこうなんかパフォーマンスに直結するイメージが湧くじゃないですか、はい、どんな人でも。例えばもう、まあ、その学校のお勉強的なところもやっぱり直結じゃないですね、まあ、なんかつながってそれこそ点と点が線になるイメージってあります？最近は、まあ、でも、まあ、トレーニング以外ですよね。トレーニングというかそういう
まあでも、英語とかはやっぱり、外国人選手とコミュニケーション取る中で、まあすごい自分の中で結構、そんな別に英語喋れるわけじゃないですけど、まあ単語を覚えてきたからこそなんか、コミュニケーション取れたり、まあ去年だったら、オルンガ選手とか、うんうんうん、まあ隣のロッカーで、まあ結構英語でコミュニケーション取れたんで、まあそういうの大きかったなっていうのもあったりとか、うんうん、あと、なんか僕の、まあここで僕の話じゃないことを、でもいいですか。いいじゃないですか、絶対。さっき絶対じゃない、全然大です。その、最近というか、なんかツイッターで見たのが、うん、その東京大学のサッカー部の分析の人の話で、なんか本当にその、勉強のできる東大生だからこそできる、そのサッカーの分析みたいなことに関しても、完全にその数学的な考え方が、まさにサッカーに、うん、サッカーのために使われてるっていう、うんうんうん、本当高次元のなんかそこの勉強の使われ方みたいなのは、うんまあ、よりなんかサッカーを深く掘れば掘るほどそういうのに行き着くのかなとは思いましたね。まあ、決してそのなんかサッカー選手がそういうなんかそういうデータを扱うために微分積分ができたりとかっていう人はないと思いますけど、うん、まあデータを扱う側というか、まあ、そのデータを理解するために、なんかそういう知識があるってことは、まあ、大切なのかなとは思います、うん。はい。なるほど。なんか、ね、あの、まあ、僕らの時代とか特に、勉強と、すごいなんか、サッカーと、なんか、こう、まあ、二者択一っていうとちょっと変ですけど、まあ、どっち頑張るかみたいなところはあったと思うんですけど、なんかまあもちろんね、両方頑張るのが昔からこうまあ美徳とされてはいましたが、なんかこう垣根あったじゃないですか、どうしても勉強と、はい、うん、なんか三つの話聞いてると、そこのなんかこう、そこがすごくシームレスだなっていうふうに思うんですけど、やっぱ小学校の時からそういう、小学校というかまあ中学校でもなんかまあ幼少期からそういうのって癖づいてました。なんかそういう勉強すること。まあ3つは特にまあ勉強、さっき僕が勉強できるっていうことを言いたいわけじゃないとか言ってましたけど、まあ、結構そうね、お勉強できるじゃないですか、正直でも言っても。で、そこでこう、はい、できるからなんかこう、うん、なんて言ったらいいかな。もう小学校の時からでもこう、ナチュラルに両方、それこそシームレスにやってたわけじゃないですか。そんなことないですか？なんかそう、そのなんか勉強ができる、なんか多分僕の場合、勉強ができるっていうより、うん、机に向かって勉なんかするのが好きだったっていう、なんかその結構性格的に内向的なところあるんで、実はだけど。実は、うん、内向的だよね。はい、うん。結構なんかそういうのが、なんかそういう作業が好きだったっていうのもあるんですけど、うんうんうん、そう。もちろんでも子供の頃もゲームとかもめっちゃしてましたし、うん、なんかゲームもそれこそ、なんか熱中しすぎちゃうみたいな、なんかそういうなんか一つのものに熱中しちゃうっていう、うんうん、なんか、性格なんで、うん、まあその延長線上にまあ勉強も、まあ、同じような感覚で多分やってたんだろうなと思います。うんうんうん、でも、ちょっと、ね、はい。まあ、見れてるのかな。すいません。エラーって出ちゃってたんで、すいません。はい、大丈夫です。あと、なんか、その、はい、勉強が、その知識が役立つっていう話じゃないんですけど、うん、その勉強してきて、その今、勉強とサッカーを両方やってきて、今に生きてるなって思うことがもう一つあって、うん、なんか、やっぱ結局そのオンとオフの切り替えができるというか、うん、なんかその頭の、まあ、サッカー以外の時間で何かをするみたいなことが、結構当たり前というか、なんか、そういうことにストレスを感じないっていうのは、うん、なんか一つそういう、勉強してきた、その、成果というか、そういうのがなんか強みになってる気はします。なるほど。なんか、
まとめようとしてるわけじゃないんですけど、なんかすごい、やっぱ結局すごい、ミツは自分のことよくわかってるというか、自己認知できてるなっていうのをすごい思いました。なんか自分がこういうふうなもので、どういうふうに成長できるとかっていうのが、まあなんかこう勉強をすごく自分のこのサッカーにおいても人間的にもすごくうまく使えるというのはもう武器なわけじゃないですか。ミツの一つ。机に向かっててもサッカー上手くなれるじゃん、結構、ミツは。なんかでもそういうのってやっぱしっかり自分がそういう風な人間だっていうのを分かっていないとできないことだと思って、なんか、ね、サッカー選手今やってて、個人事業主で、プロとしてやってるってなったら、なんかそういうのってすごく回り道に見えるじゃないですか、周りから見たらね、絶対。でもなんか自分の中でそれがこうパフォーマンスに、そういうこと、点と点で、線で結びつくっていうのが結構最近分かってて、なんかそれをこう、前はなんとなく暗黙知だったところが、もう今結構もう普通に認知した状態でできてるわけじゃないですか。はい、なんかそれがすごい、結局そこなのかなと思って、自分の成長サイクルにどうやったら入れるかとか、サッカー以外の時間どういうふうに使ったら自分自身が成長できるかっていうのを、すごく整理された状態で理解してるから、なんかそういうことができるんだなっていうのは思いました。なんか。ありがとうございます。あとは、なんか、結局その、なんか僕の話、で恐縮なんですけど、なんか密ばっかり、まあ密勉、まあ僕勉強そんなにしてきたわけじゃないんですけど、一つなんかこう、勉強でサッカーのことが動いたことがあって、なんか中学生の時に、僕ご両親が、まあ運動できない両親で、で全然こう、家もスポーツ一家じゃないんですよね。で、まあその両親、の元で生まれて、で中学ぐらいまではまあ普通に勉強もサッカーも両方頑張ってたんですけど、中1で中2の秋ぐらいにすごい成績落ちたんですよ。なんか、はい、クラブチーム行ってて、なんかこう小学校の時の貯金が尽きたっていう感じです。なんかで、まあ夜クラブチーム行ってたんで、結構毎日夜10時過ぎとかだったんですよ、帰ってくるのが、はい、なのでやっぱ勉強する時間確保できなくて、でそれに自分も負けて全然勉強しなかった時に、で母親が一度2学期の通知表かな持ってった時に、すごいあんま僕怒られなかったんですけど、すごい怒って、でなんか進学塾とか行かされるのかなと思ったら公文行かされて、まあ、この話なんか何回もしてるんで結構前も話したかもしれないですけど、でそこで公文の先生に言われたのが、なんか今強い高校とか行けるのって言われたんですよ。で、いや推薦とか来てないですって、じゃあクラブチーム入れるのって言って、プロ行きたいんでしょって言って、じゃあクラブチーム、あ、だから J リーグの下部組織も入れないし高校も入れません、どこも行けませんって、じゃあサッカー推薦とかで行けないんだったら勉強して頑張ってサッカー強いとこ入らないとプロになれないじゃんって言われて、はってなったんですよね。なんかこうサッカー以外でこう自分の夢がついえる可能性があるっていうのを初めてその時に知って、でこれ勉強しないとプロになれないかもしれないって思って、まあ、その当時僕全然大した選手じゃなかったんで、もうプロになれる確率ただでさえ低いのに、そこから勉強できないっていうことによって高校の選択肢が狭まって、さらにこう、うん、自分の人生がサッカー以外のことでサッカーを諦め、夢を諦めるみたいなことになるっていうのを、改めてこう認識させられて、でそこからこう結構頑張ったんですよね、勉強で。中3 の春ぐらいには成績だいぶ半年ぐらいかけて戻って、でもある程度高校はまあ選択が持ってる、まあ結局スポーツ推薦で行ったんですよ、静岡学園なので、旗から見ると何も意味ないんですよね。で別に筆記テストがを使ったこととか、何ですか、入試の際にはなかったんで、まあでもなんかこう勉強とかもしくはサッカー以外のことで、こう自分の人生が前に進んだ、なんかすごい自分は貴重な経験で、この話はなんかこうすごい大事、大切にしてる話なんですけど、
まあ、3つほどこう高いレベルでの話じゃないんだけど、うん、なんか勉強ってそうやってこう、ね、学校の勉強って本当まあすごくなんか役に立たないものみたいな感じでね、こうの認識されて、特にサッカーやる上ではそういうものとして、うん、なんだろう、まあちょっとこれは際どい発言になるんですけどね、ユースとかに行くと高校が決められたりとか、行く高校、なんか僕らの時にはなんかそういう協力的な高校とかっていうのはそんな分かんないです、なかった、まあ、通信に入ってる、まあ、通信制がどうとかってわけじゃないですけど、例えば転入しなきゃいけないとか編入しなきゃいけないとかいろいろあって、なんかこうそこでこうスポーツプロサッカーとなんかトレードオフ感あったんですけど、なんか僕はなんかそういうものは なくした方が個人的にはいいんじゃないかなっていうのはすごい思います。はい、うん、そうです、そのなんか中学生なのにそういう自分のなんかその選択の幅が狭まるみたいなことを考えられてるのがすごいなとは思いました。なんか確かに僕が中学生ってそんなこと考えてなかったなと思って、今それは教えてもらえたから、あ、うん、こうこういうことになるんだよって言われたら、あ、なんか自分のこの勉強しないっていうことってこういう行為なんだっていう、自分で自分の選択可能性を狭める行為を自分でしてるんだなっていうのはすごく、うんうん、だからそれからなんかこうちょっと紐づける力はつきましたね。なんかこの行為はとかこの時間はとかは自分の何に向かっていってるのかとか、自分はこれをして どこに向かっていってるのかとかって、例えば勉強してる時とかもなんか、まあ、これは自分の夢叶えるためだって思ってやれるわけじゃないですか、ちょっと、うんうん、そういう風なになんかその今も結構その癖はついてて、うん、この時間とかこのやってることって自分にとって何につながってんのかとか、もしくは今所属している組織にとって何につながってんのかとか、結構そういうふうにして考える癖はなんか当時の中学校2年生にその公文の先生に、ね、言ってもらった言葉がすごく生きてますね、はい、なんかまあ、だからってなんか別に勉強しろということを言いたいわけではないんですけど、でもなんかその、うん、確かに勉強したらそのまあ選べる環境の幅は間違いなく広がるじゃないですか、うん、なんか結局なんか自分次第だけどその選ぶ環境ってやっぱ大事だなとは思ってて、うんうん、まあ、僕もは間違いなくそのそれこそ勉強したからプロになれたみたいなとこがあって、うんうんうん、やっぱりその筑波大学に入らなかったら多分僕今プロになってないんで、うん、その高校の時、ま、全くそのプロになれるようなレベルじゃなかったん で、うん、でそこからもうめちゃくちゃ勉強して、うん、筑波大学に入って、でそこでやっぱそのプロに行く選手たちと、うん、触れ合ったとかその考え方に触れたっていうのがやっぱ一番大きいんで、まさにその勉強したからこそプロの道につながったみたいな、なんかよくわかんないとか、まあこんなことあんだなっていうのはあるんですけど、なるほどね、まあもう密はそれが本当に如実にめちゃくちゃ出てる、うん、例だと思うし、なんか俺も本当高卒で静岡学園から高卒でプロ入ってるから全くそういうイメージとかみんなないと思うし、なんか密ほどなんか勉強してきたからプロになれましたとかっていうほど、うん、勉強の質も量も高くはないんだけど、正直、まあ、それでもなんかこう、まあ、高2の時とか選手権出て、で1回戦で負けちゃって、で、まあ、もちろんプロのオファーもなくて、で高3になる時の春休み進路希望表みたいなのあった、あるじゃん、書くじゃん、はい、なんかその年の初めみたいな志望校みたいなとかさ、なんか大学進学だとか、なんか就職とかいろいろ書く中で、僕本当東京の行けそうな大学書いてサッカー辞めるつもりでしたもん、うん、うん、なんか大学サッカー今みたいな雰囲気じゃなかったし、正直、うん、うん、なんか自分が行っても、まあ、それぐらいこうやりきった感があった2年間で、高校に、それまでの2年間で、であと1年やりきってダメだったらもう別にサッカーはこうなんか
とはちゃんとお別れしようって思って、うん、でなんかその時に結構まあそこそこ成績良かったんですよ、高校3年間は。まあ静岡学園当時、今すごく優秀な学校なんですけど、当時そこまでこう僕らがいたクラスの偏差値がめちゃくちゃ高かったとかっていうわけじゃないんで、なんか割と成績良くて、でなんかもちろんプロに行きたかったけど、もしなんかこうプロに精一杯あと1年間頑張ってダメだったとしても、まあ、自分が結構この数年間勉強頑張ってきたものによって、なんかこうそれこそ人生の幅は、うん、なんか保険とかって意味じゃなくて、なんかそこもサッカーも頑張って勉強も頑張ってっていうものがちゃんと結実する形みたいなのがある程度こう氷のその春の段階であったから、あと1年頑張ろうって逆にこう背水の陣じゃなかったことによって、うん、うん、思えて、なんかすごいポジティブにあと1年頑張ろうって思えて、うん、でそれが結局割と早い段階で形になって、まあすぐにはそこから高3の時からありがたいことにオファーいただいたんですけど、でもなんかこうそれまでもそう結局決まって、うん、プロ入るまでもまあある程度勉強キープしてやってて、なんかそれはなんか自分自身で、あ、なんかそういうことを自分でしてたから、まあプロに入れたんだろうなっていうのも正直思いましたね。うん、なのでなんかどこにつながってくるか本当わからないけど、なんか確実に意味はあるんじゃないかなっていうのが、なんかその背水の陣っていう言葉ってね、そのちょっと話取れるんですけど、うん、その話していいですか。その話っていうか、いやどうぞ。いやなんか背水の陣ってよく言うじゃないですか。うんうんうん、その方がなんか必死になって頑張る、うんうんうん、頑張れるみたいな。うん、でもなんかその逆になんかその帰れる場所があるからこそ犯せるリスクみたいなのって多分あるじゃないですか。それを保険って言われたらまあそこまでなんですけど、うんうん、なんかそういうのが一個あるからこそなんかチャレンジできたりとかっていう面もあると思うんで、うん、なっていう話です。いやでも、ね、いやでも本当に僕は、うん、背水の陣ってすいません、誰が作った言葉ですか。ここは勉強よくやってる三村さん、わかると思うんですけど、で僕ちょっと理系なんで危ねえ、今いつものノリで暴言吐きそうだった。いやなんか、まあ、本当にすごくきっと著名な方がお作りになられて、まあ、きっと僕よりもすごい頭のいい人がこの言葉を書いたと思うんですけど、僕は全然納得いかないです。うん、っていうかまあことわざってでもそもそもこんだけ数あったら1個や2個、いやもっと自分に全然フィットしないものだって当然じゃないですか。はい、これをなんか盲目的に信じる方がよっぽど危険だと思うんですけど。うん、で、まあ、っていう前置き前提条件があった上で、はい、そうですね、僕もなんかすごくそこら辺のこう、うん、もう背水の陣にいかにならないようにするかっていうのは、なんかプレー中にもすごい思ってて、なんかよく密にも言ってたと思うんだけど、なんか自分の能力 100% 発揮しないと守れたり、打開できないような局面そんな作るなっていう話をなんとかしたと思うんだけど、はいはい、うん、なんか、うん、そのミスが直結してやばくなるような、うん、状況はなんかこう僕はすごく好きじゃなくて、そうならないようにこうやっていくと、こういわゆるこう心理的安全性が保たれた状態でなんかプレーできるなっていう感覚はすごい、うん、なんかいつの頃からか持ってて、うん、で自分がやっぱりなんかこうどっちかっていうと若い時は身体能力で、ミツはあんまりイメージ湧かないかもしれないけど、僕は勝負して湧かないですね、じゃねえよ、やべえ、じゃねえよとか言っちゃった。めちゃくちゃそっちだけで勝負してた時期が結構20代前半あった中で、でもこれもうちょっと効率的にできないのかなとか、なんか自分がちょっとその日体のキレ悪かっただけで全部自分の守備が破綻するような守り方ってすごいナンセンスだなと思って、ですごくなんかこうなんかそういうなんか自分の能力とかその日のコンディションとかにもう 100% こう寄らない
守備とか攻撃とかってどういう風にできるのかなっていうのを考えてたんですよね、はい、ずっと20代前半ぐらいから。だからなんかそういうところにもつながるなって思いました、うん、今の話は、うん、まだ僕はそこからちょっと抜け出せないですけど、まあでもミツはやっぱそこのを高める勉強が好きじゃない今は、うん、でもやっぱ徐々にそっちにとか、まあ、そうだね、シフトチェンジというか、どこまでそれでいけるのかちょっと見てみたいけどねミツがそう、うん、でもなんかずっとさ同じ人もいるじゃん、30後半ぐらいまで、はいはいはい、ずっと同じようなプレーでさ、ね、そうそう、うん、だから、まあ、可能性としては全然あると思うし、なんか俺は本当17年のキャリアでポジションもキャラも変わりすぎて、なんか自分がこう今引退した時になんかこう総評するのが非常に難しいというか、うん、なんかこの辺の話はまた、うん、そう別軸でできるなというところは思うんですけど、うんうん、それこそなんかめちゃくちゃ今思ったらよく勉強したなって思った、うんうん、サッカーについても、うん、なんか勉強の仕方がそうだ、ね、俺は机に向かうタイプではなかったかもしれないけど、うんうんうん、結構そういうものに自分の能力を上げるっていう、作業にめちゃくちゃ関心があった時期もあって、20代前半とかすごい筋トレとかその運動力学的な知識をめちゃくちゃ集めてました、うん、そんな時期もありました。でもなんかそういうのも好きだけど、なんかこういうの晩年みたいなこと考えるのも結構好きになって、なんかその辺はなんか俺のその時の趣味趣向っていうか、うん、まあ何が好きかとかサッカーで何が面白いと思えるかっていうところでどんどん変わっていって、なんかでも結局ミツも自分が好きなこととか興味あることとかっていうのを勉強してるから多分こう成果が出てると思うので、なんかそういうものを見つけるっていうのも非常になんか大事な作業なのかなって、まあ、誰に向けて言ってるのか分かんないですけどこれは、はい、いや間違いないです思いましたね、うん、そうです。いやじゃあちょっと一回ここでアーカイブの方は切らせていただきます。あとはい見てなので大丈夫ですか、最後にアーカイブの方切るので。で、あとは生放送のみになります。はい。あ、なんか、その、ぜひあれです、ね、例のやつをお願いします。はい。で、なんか宣伝じゃないですけど、はい。まあ、この、フットボールかけて勉強っていうテーマでやらせてもらったんで、もらったというか、まあ、それにかけて、今度なんか、構想、まだ構想の段階ですけど、なんか僕と一緒に学ぼうみたいな、そのコミュニティをなんか作ろうかなと思ってて、なんかそういうのに、まあ、もし興味ある方は参加して、なんか、まあもちろんサッカーのことだったり、まあ、トレーニングだったり、まあいろんな栄養のことだったりとか、まあ僕が学びたいことをだったりっていうのを、まあみんなで一緒に学んでいこうみたいなのをちょっとやりたいなと思ってるんで、またそういうの動き出したらぜひチェックしてください。ミツは結構いいとこだなって思うのは、割と固まってない構想段階の前でも、構想段階でも明言するじゃないですか。それこそジムの話してくださいよ。はい、ジムですか？うん。はい。宣伝も兼ねて。まあ、僕地元が栃木県小山市なんですけど、まあその地元に、まあジムを作って、今年の2月にオープンしてます。で、まあ、まあ、作った一番の理由は、まあ、やっぱまずはその自分のパフォーマンスをそのもっと高めたいっていうところで、まあ自分で自由にトレーニングができる環境だったりとか、まあオフ期間であっても、まあそういう体づくりができるっていうところ。プラス、まあただ自分のための施設だけじゃなくて、まあその地元になんか還元できるような形で、まあなんかできたらなっていうのを形にしてみましたっていうところなんですけど、ね、うん、はい、いや本当好きと勉強が講じてここまで来るというか、そう、なんかめちゃくちゃいいなって思って、これはなんかいやらしい話、なんかその商売系が全然しなくて、ミツのこの文脈は、いやしてもいいんですよ、するのも立派な文脈ではあるんですけど、
なんか三つのその勉強、これ自分が興味あってここ突き詰めたいとか、自分のパフォーマンスアップのための最初のきっかけでジム作るとか、はい、なんかこの辺の言葉がすごく嘘偽りない感じですごい好きで、うん、なんかこうそうやってこう自分の追求、サッカーの追求のためにサッカー以外の新しい事業を始めるっていうのの本当ね、なんかこう、うん、美しいストーリーだなっていうのを思って、なんかサッカー選手がサッカー以外のことをするとすごくネガティブに、まあ最近だいぶ変わってきましたけど捉えられていく風潮が強い中で、なんか三つのこの話はなんかみんな、ああなるほどなるほどなるほどってすごい納得感持ちやすい話なのかなと思って、なんかうん、多くの人になんか知ってもらいたいなと思ったので、すいませんちょっとありがとうございます、入れさせてもらいました。はい、中国のことわざらしいです。そうなんです、ちょっと4000年の歴史に喧嘩でも確かにそんな現代版のことわざみたいに出てきてももういいっすもんね。うん、時代もなんか変わってるし、なんかそれに当てはまるものがありそうっすけど、うん、作って作ります。いやいやいや、そういうのは密得意じゃん。いや俺理系なんで腹立つな。ほんとなんか放送で俺に暴言吐かれないからってめちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃ腹立つ三つ丸の顔出して、これ普段だったらもう本当にもう放送禁止用語で三つ畳みかけるところなんですけど、今日はちょっとライブなんで完全にオーディエンスを味方に、今日三つの勝ちですね、ディベートだったらいやなんか本当になんかそのライブ配信してるっていうのあんま意識せずになんか楽しく話せました、うん、今日は。あれ、いやミツがこんな喋ってるとかみんな見たことないと思う本当に。そうですね、うん、僕もここ何ヶ月かないで一番喋りましたうん、そうなんですよね、なんかねミツのジムの話だったりとか、はい、ね、最近ちょっとこうやって僕はミツと打ち合わせも兼ねて最近話させてもらってたんですけど、きっと世間の皆さんはミツがこんな喋ってるとこ見たことないと思うので、レイソルファンの皆さんはミツマルこんなやつなんでね、なんかやっぱりねミツともさっき話したけど、こういうなんだろうね、サポーターの人とかとやっぱり触れ合う機会なくて、でなんかレイソルの練習終わった後の雰囲気とか俺すごい好きだったんだけど、なんかそういうのをやっぱり、まあ、時代も変わって、まあ、いろいろ変わってるかもしれないけど、うん、なんか密に味わってもらいたいなと思ってたところで、まあ、こういう風な感じになって、でサポーターの人たちとかファンの人たちも、まあ、いろいろメディア通じた発信とかね、そういうものは あって、まあ、どういう人かっていうのは分かってるところは多少あるかもしれないですけど、まあ、こうやってちょっと一つのことに一つのこうテーマに焦点当てていろいろ話すと、まあ、その選手の輪郭がすごく見えてきて、なんかこう立体的に選手を応援してもらえるんじゃないかなっていうのは僕の持論の一つなので、うん、なんかこうこれを機になんか立体感持って、ああ三つ丸はそういう気持ちでサッカーやってんだなっていうのとかを、なんかレイソルのファンのかファンとかサポーターの人たちになんか知ってもらえたらなというふうに思います。はい、ありがとうございます。今度もうちょっと落ち着いたら日立大に、あぜひ、もうブーイングされないです、さすがにもうやめたから。ウィングされてたんですか？されてたね。そう、鳥栖行ってからさ、俺、日立大結局1試合も出てないんじゃないか。うん。ああ、そう。縁がなくて、そうそう、うん。うん。割と結構皆さん長いこと気にかけていただいて、移籍して何年経っても、ブーイングしていただけて、大変光栄でしたということを、この場を借りて。この場なんですか？この場、うん、なんでこの場なのか分かんないけど、うん。はい。いや、じゃあちょっとキルキル言ってて、結局、なんか、長引いてしまいましたけど、はい。じゃあ、一度アーカイブの方はここで切らせていただきますので、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。で、はい。Yeah.
あと10分ぐらい。あと5分ぐらいとか。まあ、どうでしたか、はい、はい。これ、あの、生で見てる人たちは。いや、さっきも、はい。まだ見てます。でも、あの、YouTube には残さないです。はい。はい、いや、もうなんか、本当に、ただただパンダさんと喋ってるみたいな感じで話したんで、僕は。本当に楽しかったという言葉しかないです。なんか、またお願いします。そうだね。次、なんか、こう、ことわざ持ってきて、こうサッカーにフィットしそうなことわざと、これはサッカー界では全く、フィットしないですねって、まあそういうこと、配信の陣じゃないけど、いいですね、なんかまあ、うん、ようなのを。フットボールかけることわざフットボールかけることわざ超ニッチだな誰が見てくれるんだっていう話だけど。うん。でも3つなんか。面白そうです。うん。地元が近い人が親近感湧きましたとか、そういうコメントくれてます。あ、嬉しいですね。はい、ツイッターフォローしましたとか。ありがとうございます。ミツ、トスのサポーターって拍手か、みんな移籍してった選手も。あったかいですね。ミツどうだった？いやでもなんかその、あれなんだからブーイングできないじゃないですか、今。確かに。そう。だから拍手なんですけど、わかんないです、それは。でも、まあ、トスのサポーターって、あんまみんな状況で移籍してもみんな拍手してくれない、そんなイメージあるんだけど。そうですね。うん。あったかいです。まあ、今でも応援してくれてるサポーターの人もいるんで、本当嬉しいです。ね。まあ、プロのキャリアスタートしたところは特別ですよね、やっぱりね。はい、僕もレイソルは特別な思いを持っています。はい、じゃあ、密に早く終わらせろって、そういえばさっき言われてたの思い出したんで、今日はこの辺で。言ってないです。仕返しですか？俺はアーカイブに残んないとこで仕返しするから、あの、性格がいい。うん。じゃあ、密ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ではまたよろしくお願いします。皆様、お疲れ様です。ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。失礼します。